こんにちは、みやこです。今日はホワイトデーということで、バレンタインデーに引き続きホワイトデーらしい塗装をしようかなって思います。こちらの段ボール戦記の LBXAX00 段ボール戦記全然知らないんですけど、これはね、ホワイトデーっぽい塗装に仕上げてみました。それではぜひ最後までご覧ください。どうぞ。こちらのね、ダンボール戦記のキットは対象年齢が6歳以上からということで、子供にもね、とても作りやすいキットですね。だから親子でやったりするととても楽しいかなって思います。まずはランナーからね、パーツを切り取っていきます。パーツ切りを狙うんじゃなくて、ちょっと遠ざかったところでニッパーでカットしてあげて、その後でもう一回二度切りをするとゲート処理がね、とても楽になるので、この方法とてもおすすめです。で、ゲートアートはね、ナイフでも簡単にできるんですけど、お子さんがいる場合はね、ナイフが危ないので、こうやってヤスリで見栄えが良くなります。仮組みをしていきます。まあ、簡単そうなキットだなって思ったら仮組みするので、今回はね、全然組み立てやすいキットでした。で、なんか仮組みって後から取り外しやすいように穴を広げたりするんですけど、ちょっとそういうのめんどくさいのでねまあ、ゆるくはめればね、全然穴のカットとかしなくてもいけるので、私なりの仮組みは、まあ、ゆるっとねこんな感じで隙間をガラガラに開けてはめていきます。それで全部はまったらこんな感じですよっていう、思ったより背が高くてスマートくんですね。この子がちょっと悪役なのかヒーロー側にいるのか全然わからないんですけど、色的にも悪役なのかね。合わせ目消しをしていこうと思います。このね、流し込みタイプでやっていきます。この隙間をちょっとだけ開けて、そこにね、その名の通り流し込んであげると、隙間が1ミリない、 0.5 ミリぐらいなのかな、ここですね。思いっきりむぎゅってやると、こうやって接着剤がね、溢れ出してきたら、まあ成功かなっていう感じです。もう一回やってみましょう。むぎゅってむぎゅって出すの楽しいですよね。あのクリップとかで挟んであげて、より密着させてもいいですね。そして1日乾燥させたかな、それがこの状態ですね。まずはね、400番のヤスリで大方ザーって接着剤のね、モリッとした部分を削っていきます。だいぶ400番で削る時間が長いですかね。で、まあその後はね、600番800番と表面を滑らかにして、こんな感じで処理 OK です。うまく合わせ目が消えてくれましたね。これね、比較的合わせ目消ししやすいところにはね、私は積極的にやりますでね、これね、合わせ目消しの失敗例ですね。そういう時はね、もう無理に消そうとせずに、道具を使って逆にこのモールドを作っていこうじゃないかと、こうやってへこんだところを掘ってあげるだけです。あ、こういうモールドなんだなって思えるのでおすすめです。合わせ目消しをしないで、あえてこのね、線を濃く見せたいなって思ったので、ミスターラインチゼルを使って、これパーツはまった状態でホリホリしてるんですけど、これでもね、結構うまくいってくれました。で、この左のね、黒いパーツ PE というやつで、プライマーを塗って塗料の付きを良くしたいなって思ったので、その作戦でいきます。で、おなじみ超音波洗浄機で洗浄をします。やっぱ私泡立ち良すぎるのかな超音波洗浄機いつも洗濯機の上に置いてるんですけど、皆さんどこでやってるんですかね。なんかそういう専用の場所あったらいいなってめっちゃ思うんだけどねそして山善さんの食器乾燥機で乾燥かけていきます。30分、乾燥機つけて、その後は自然乾燥で乾燥させていきます。まずはね、下地を拭いていきます。今回は全体的に明るめの色で仕上げたかったので、白サフを使いました。いや、あんなに青かったのにね、もうこんなに真っ白ですよっていうぐらい、ガイアのサフは優秀ですね。どれも本当に。こちらの密着ロンマルチを使って塗料のね、付きを良くしてあげます。これね、アマゾンで買いました。このね、カップもでかいから、大きい塗装とかめっちゃ塗料使う時とかにも結構
重宝しています。ガチなプライマーなので取り扱いには気をつけます。でね、これはね、薄め液とかいらずにそのまま薄めなくて使えるので、それは楽で助かりますね。で、早速拭いていきます。まあ、液が透明なのでね、全然色は変わらないんですけど、このね、トゥルトゥルンが出たらまあ成功かなっていう感じです。そして関節とか厚塗りしたくないところには、こちらのガンメタを使って下地と本塗装を兼ねて一発塗りでやって仕上げていきます。すごい発色いいですよね。本当にこれ大好き。そして密着ローを拭いたパーツにもこうやってガンメタを拭いてるんですが、結構ね、色乗ってくれましたね。良かったです。これでね、内部の関節とかの塗装は終了ですね。白サフ拭いた上に白を塗ってるっていう、ここはね、ちょっと短めに行きます。まあ、でもね、サフを拭いている分ホワイトがより密着してくれるのでね、サフはやっぱり欠かせないですね。でね、これ多分薄め液が多すぎてびちゃびちゃになっちゃったんだけど、構わずね、塗装していきます。二度拭きして色の調子合わせればいいかなって気楽に考えながら塗装してますね。で、メインの色はこれね、真っ白に見えるんだけど、白に水色ほんのちょびっとで見ましたね。これね、ほんとなんか、あー、最初失敗したかなって拭きながら思ったんだけど、乾いてみたらね、すごいいい感じに水色が映えてくれて、個人的には大成功ですね。塗装が終わったら、こちらのね、色を使って部分塗りをしていきます。こんな感じでマスキングが、あー、ダリーってなったら筆塗りがおすすめです。筆塗りもね、ムラが出ちゃうんだけど、まあこういうちっちゃいところだったらね、あんまバレないかなって思うので、積極的にね、部分塗りをして変化を楽しむ的なことをやっていこうと思います。今回ね、ホワイトデー塗装ということでね、青を多めに使いましたね。続いてこのフォーアーティストマーカーでもシルバーをね、上から足して情報を増やそうと思います。光沢の上にこのね、シルバーね、シルバー弾かれちゃってるので、必要にね、何度も何度も塗り重ねて、結構シルバー多めにベチャって塗っちゃったかなって思うんだけど、乾いてみたらね、全然そんなことないので、弾かれたら弾かれた分だけ塗ってやりましょう部分塗りが乾いたら墨入れを行ってみます。今回ね、自分でモールドを彫ったりしたところがあるので、ちょっとどうかなって思ったんだけど、こうやってね、綺麗にツーって色が入ってくれたので一安心です。いやー、気持ちいいね。気持ちいいよね墨入れは楽しいなぁ。ってことで、乾いたら拭き取りをしていきます。綿棒に溶剤をちょっとだけつけて、あとはもう優しく優しく、こすってればそのうち絶対消えますのでね、こんな感じでどんどんはみ出したところを消していきます。仕上げは光沢でやります。ツヤが出るとテンション上がりますよね。ってことで、まあ、チョコレートもね、ツヤがあると美味しく見えますからね。まあ、これチョコってわけじゃないんだけど、まあ、光沢をバババって拭いていきます。で、関節の部分にはね、まっすぐやったのと、あとは曲げて全体的に光沢が拭けるように二度拭きしていきます。他の部分は一発で仕上げてますね。適当な箱を準備して、まあ好きなお菓子をね、バババババって入れていって、この中にね、先ほど完成したホワイトデー君を入れたら、これだけでもなんか素敵なプレゼントになりますよねさあ、持っていきましょう。最後まで見てくださりありがとうございます。ホワイトデーいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、なんか家にある適当な箱を使ってお菓子と一緒に入れちゃえば、なんかホワイトデーっぽくなるかなと思ってやってみました。今回はね、このメインの薄水色みたいなのは自分で調色して色を作りました。結構ね、うまくいったかなって思います。まあ、元の機体もね、すごい青いので良さげかな。この動画が良かったら
グッドボタン、コメント、チャンネル登録、どんどんお待ちしています。インスタグラムもやっていますので、どんどんフォローよろしくお願いします。4月から動画の投稿頻度をちょっと落としますっていうのも、一個一個のね、動画の質を上げたいっていうのと、今までガンプラ作ってなんかやってガンプラみたいな感じで、ガンプラ制作は2週間に1本のペースでやってたんですけど、なんとかを減らして、ガンプラの質も上げたいなということで、ちょっとね、YouTube の更新頻度が下がるので、もしよろしければね、ベルの方を押していただいて、通知をオンにしていただければとても嬉しいです。それではね、来週ヤマトの動画お待ちください。では。